は今日この場に皆さんご存知の特別ゲストが来てくれているんです。わあ、ニフラだ。かわいいですね。コインでも配りに来てくれたんでしょうか。いいえ、どうやらハリーポッター魔法の覚醒の新情報を持ってきてくれたみたいですよ。この作品は先行リリースされた地区ではわずか7時間という驚異的なスピードでベストセラーランキングとフリーランキングの両方を制覇し、5000万ダウンロードを突破しているんです。日本ではいつ配信されるんですか。私もホグワーツでの生活を体験してみたいです。それでは皆さんお待ちかね、まずはこちらの最新映像をお楽しみください。1秒たりとも見逃せない情報となっています。カジュアルに遊べるカードバトル RPG の要素に加えて魔法薬作りを学んだり、舞踏会に参加したり、空飛ぶほうきの乗り方を学んでクディッチの試合に出場したり、魔法の世界を思う存分探索できる作品となっています。ではご覧ください。ようこそホグワーツ魔法魔術学校へ。禁じられた森での大冒険。私の助けが必要みたいだね。一人で背負わせたりしない。もうだらしないわね。インセンディオ。学んだ技を磨く決闘クラブ。ファイヤークラブ。見てなさい、バンバン花火。フィンドファイヤー。時間の無駄ね。アトモスフィアチャーム。目をつぶってても楽勝。心躍る舞踏会。Thank you.
刺激的な学校生活があなたを待っています。さあ、魔法ワールド RPG の世界へ。ハリーポッター魔法の覚醒、事前登録受付中。ご視聴いただきありがとうございました。サービス開始後にプレゼントがもらえる引き換えコードのメモもお忘れなく。